約束が始まる。ずっと本当は自身ごめんなさい。これからどうすればいいのか。どうして諦めちゃうんですか。俺みたいなやつは新しいことなんて何もやらない方がずっといいに決まってる。おじいさんが何もやらないって言ったら私何もできないんですよ。私の村では水枯れっていう危機がもうずっと続いてるんです。自分だけ不幸ぶっちゃってバカみたい。同じ過ちを繰り返さないために私たちはこうして錬金術と関わる。私たちは何度も間違いを犯してその度に反省してやり直してきた。この世界は人間だけのものじゃない。その気持ちを大地に伝えなきゃきっと黄昏は止められないと思うんです。この世界がいい方向へ進むお手伝いが少しでもできたらなって私は思ってるんだ。